ョロニョロしてるミミズだぜ。じゃあ流されてやんの。あらやー、行っちゃった。またいたずらされたよ。悔しい。どうしたの？ウリル、ノイズがまたいたずらをしたんだ。カブトムシだと思ったのにミミズだったんだよ。それはひどい。それなら、いいこと思いついた。ミミズゼリーを作りましょう。ミミズのゼリー？なにそれなにそれ。ふふふ、ノイズ驚かせちゃおう。気になる子はグッドボタンを押してね。準備するものはこれだよ。コップは細長いものを用意してね。ブドウジュースだ。このたくさんのストローは何に使うんだろう。クッキーもある。でもミミズを作るのにニョロニョロしたものはどこにもないよ。これから作るから安心して。お菓子を作る前は手を洗おうね。おもちゃぶんおもちゃぶん。チークおもちゃも定額制。大人の人に聞いてみて。じゃあ計量カップを用意して、ブドウジュースを 500ml 入れよう。500ml だから、ここまで入れるんだね。大正解。そーっとそーっとできた。じゃあ次はゼラチンを入れるよ。ゼラチンってなに？僕知ってる。ゼラチンを入れるとジュースが固まってゼリーになるんだよね。そうだよ。じゃあジュースにゼラチンを入れようね。そしたらかき混ぜよう。ぐるぐるぐる。あれ？なんか下の方がドロップしているよ。ゼラチンが溶けきれてないのかな。じゃあレンジで1分くらい温めてみよう。もう一回混ぜて。できた。いい感じ。次はストローをいっぱい用意して、ギザギザしてるところを伸ばそう。伸ばして、できたよ。それじゃあストローをまとめて輪ゴムでぐるぐる。これをどうするの？この束を細長いコップに刺すよ。コップの下にはお皿やトレーを置こうね。僕、次に何をするかわかった。みんなはわかるかな。次はジュースを持ってストローに入るように注ぐよ。ストローにジュースが入っているかな。うん、完璧。全部入れたら冷蔵庫で冷やそうね。わーい、固まった。ゼリーだ。じゃあちょっと温かいお湯を用意して、コップにお湯をかけてあげてね。なんでお湯をかけるの？お湯をかけるとゼリーが取りやすくなるんだよ。お湯をかけすぎるとゼリーが溶けちゃうから注意してね。そうしたらゼリーの入ったストローを取り出して、一本一本に分けよう。ストローをギュッと押して中のゼリーを取り出そうね。ギュッと。全然取れないよ。そういう時はキッチンペーパーをお湯に浸してストローをちょっと拭いてあげてね。そしたら綺麗に取れるよ。わー、取れた。ミミズだ。うにょうにょしてるよ。いいねいいね。最後にクッキーを用意して袋に入れて砕いてミミズゼリーにのせたら出来上がり。あ、ノイズ！見て見て、ミミズだよ。どんなのじゃ、俺様は驚かねえからな。じゃあ、いただきます。いただきます。もももももも食べた。お、俺様は騙されないからな。また。お、おい、大丈夫か。じゃじゃーん、成功！ノイズ引っかかった！は？
ったね。みんなも作ってみてね。なんかミミズが可愛く思えてきたな。ミミズニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロもニョロニョロ。そうだ、ニョロニョロクロリン。おもちゃレンタル始めます。おもちゃぶおもちゃぶ、4つも届くよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、交換できるよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、チークおもちゃも定額制。大人の人に聞いてみて。昔昔あるところにサンサンと。はい、僕くもりです。ちょっと邪魔しないでよ。僕たちがお外を歩いていると、どんぶらこどんぶらこと桃が流れて、うわー、なんでマグネットブロック。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。何が起きたんだ。何これ。くもり危ないから離れよう。おりゃ、助かりました。クモリン様、どうもありがとうございます。へへ、どういたしまして。あなたは誰。申し遅れました。私、ブロックのブロ太郎と申します。以後お見知りおきよ。喋るブロックとか怪しすぎる。それでブロ太郎、なんで転がってきたの。それが、私たちはブロック星でブロック一族と、それはもう毎日楽しく暮らしていたのですが、ある日鬼ヶ島の鬼がやってきて、ブロック一族たちをみんな鬼ヶ島に連れ去ってしまったのです。私は鬼から命からがら逃げてきたのです。よよよ、しかし仲間たちは未だ鬼に囚われたまま。どうかお二方、私の仲間たちを助けていただけませんか。それは大変だね。よし、だから勢いすごかったんだ。クモリンやります。もうクモリン。そうおっしゃってくださると思ってました。鬼ヶ島まで案内しますので、私で乗り物を組み立ててくださいまし。乗り物か。あ、この丸いのはタイヤになりそう。この四角いパーツは、わっ、くっついた。磁石で我々はくっつき合うのです。こうして並べたら、サンサン特製車。さすがサンサン殿。やったー、乗るだろ。で、あれ乗れないね。私としたことが、これを渡すのを忘れておりました。これはタイヤ。そうなのです。これで車を立体的に組み上げていただきたいのです。なるほど、それならここをこうして、これで車の前部分ができた。後ろのところは、はいはい、お任せあり。あれ、なんでくっつかないの。クモリン殿、そういう時は他のパーツを間に入れるといいですぞ。こういうこと。やった、倒れなくなった。ナイスです、クモリン殿。サンサン殿の前部分とクモリン殿の後ろ部分を合体。素晴らしいカーの完成でございます。カーって何。カーは英語で車のこと。さあ、この文字のパネルをはめ込むのです。 CAR でカー。それでは鬼ヶ島に出発ですぞ。
そろそろのはずなのですが。ぬぬぬぬ、え、急にどうしたの？道が塞がれておる。えぇ、ムロ太郎、道間違えたんじゃないの？そんなはずはないのである。来た時はここを通れたのである。もしや鬼の仕業ではあるまいな。とにかくこの岩を越えていかなくちゃいけないんだね。それなら、さあさあ、何作ってんの？来るとは、随分と度胸があるな。あれが鬼？強そう。でも早くみんなを助けなきゃ。サンサン特製手裏剣。ちょっと待った。クモリン特製バナナ手裏剣。ちょっとクモリン、そんなの作ってる場合じゃないじゃん。だってサンサン。
いおい、そんなものか。どうしよう、僕のせいで。くもりん、ここは協力して鬼を倒そう。うん。あった、ブロ太郎が決めたこのタイヤに。何をこそこそと。お兄さん、こちら。待てー。よし、今のうちに。よし、追い詰めたぞ。どうしよう。みんな、僕にグッドボタンで力をちょうだい。よし、僕頑張るぞ。おいおい、やけになったか。くもりん、ありがとう。これで、サンサンくもりん特製フレンド最強ロボ。なに、おりゃー。あ、やった、開いた。牽制逆転だ。やったー。お二方、お見事である。俺もパズルで遊びたかっただけなのに。え、なになに。まさか火山が。よし、ロケットを作ってみんなで脱出しよう。鬼も手伝ってよね。え、俺。ここをこんな風にして。おりゃ、横の羽はこうして。あれ、なんか違うような。ここにもう一つ三角をつけたらどうだ。あー、ナイス。最後にフレンド。できた、フレンド特製フレンドロケット。さあ、みんなで逃げよう。お、俺も乗っていいのか。僕たちも友達でしょ。二人ともありがとう。もちろんブロ太郎たちもね。タンタン殿、クモリン殿。さあ、脱出しよう。到着。はあ、長かったけど楽しい冒険だったね。うん。鬼くんは私たちの星に一緒に住むことになったよ。みんな本当にありがとう。もう行っちゃうの。またいつか会おうぞ。あーん、またね。サンサン博士、今日は何の研究ですか。今日はゾンビの解剖を行う。始めよう。まず頭から解剖しよう。ドキドキ。カッターで切っていくぞ。はい。慎重に、慎重に。よし、切れた。オープン。むむ、これは足だ。頭から足。ゾンビだからどこから何が出てくるかわからない。なるほど。足が出てきたということは、いろんなパーツが隠れてるということだ。そうですね、博士。よし、次は腕を解剖していこう。はい。そーっと切って。次はなんだ。パーツがいろいろ出てきた。解剖楽しそうだな。僕もやりたい。くもりんくん、気をつけたまえ。よーし、じゃあ慎重に行くのだぞ。ザクザクザク。慎重にって言ったでしょ。オープン。これは腕と足と、これはなんだ。この色どこかで見たような。まあいいや、次は足を解剖してみよう。くもりんくん、次は慎重にね。はい。まずは左足から。これはまたわからないものが出てきた。やはりそうなのか。右足もレッツ解剖。オープン。これは内
をつけて進めよう。残りは私が解剖しよう。博士、お願いします。では口を解剖しよう。慎重に切って、むむ、手だ。口からって誰か食べちゃったのかな。僕らも食べられちゃうんじゃない。落ち着きたまえ。ここまでこんなにパーツを発見したぞ。あと残るは目だ。よし、目を解剖しよう。はい、慎重に切ろう。ドキドキ。よし、開けるぞ。
返してくれてありがとう。